はいどうも、サオでございます。本日はね、ネットマーブルから、話題のね、超新作、リネージュレボリューション、リネージュ2レボリューションが、出たので、早速やっていきたいと思います。ちょっとグラフィックが非常にいいんですが、動画が結構荒いんですよ、ね。傲慢極まりない皇帝の俺の画面とかじゃなくて、もともと荒いですね。帝国には滅亡が訪れ、エルモアデン帝国の崩壊とともにアデン大陸には戦乱の暗黒期が到来した。領主たちは独立を宣言し、大将の決命が乱立した。そして大陸の覇権を奪い合う終わりの見えない争いが始まった。その混乱の最中、最も強く最も危険な集団は黒魔術師ベレスを筆頭とする闇の結社だった。闇の結社は権力とは強力な力と、その力に対する恐怖から生まれるものと信じている集団で、君主であるベレスが戻るその日まで新たな帝国を築くため大陸を混乱に陥れ、領主たちの不和を助長した。これに対しベレスが封印されてから最も強い魔術師と言われていたハーディが、自らが率いる銀の傭兵団を戦いに投入し、目覚ましい活躍で戦況を逆転させたのだった。しかし勝利の喜びもつかの間、銀の傭兵団所属の英雄キング・フィンとマレロは闇の結社の策にはまり仲間を裏切る。キング・フィンとマレロの裏切りは致命的であり、アデン大陸は再び戦いの狂乱の渦に陥った。同じく銀の傭兵団所属の英雄バルディルは、あらゆる混乱を収め平和な時代を築くべく、各地の領主たちと決命士を集めた連合軍を構成する。各地からバルディルを支持する数多くの傭兵たちがこれに加わり、闇と混乱に終止符を打つため一丸となって命を落とした。歴史はこの戦争をこう語っている。闇と狂乱の終焉、新たな時代を切り開くための黎明の戦いと。かつても激しかった時代はバルディル様がアデン城を 3D になった終わりを迎えたの。まあ綺麗ですけど、最近じゃこれぐらい普通って感じですかね。足が際どいよ。途中途切れねえな、急に途切れる。キャラクター作成、これねめっちゃ時間かかっちゃうよね。これは動画と公開されてたやつですね。エルフ、ヒューマン、ダークエルフ、のドワーフ、サクラやね。なるほど。アインハザードが世界中から作り出した種族で、他の種族、ちょっと双剣好きなんで、ダークエルフ使おう。思想の違い、あ、何体もキャラクター作れるのか。おっと、始まりましたね。二刀流じゃないや。せっかく、あ、自動でやってくれるんですね。ご機嫌。今ね、ネットワーク環境が不安定ですって言って落ちましたね。ちょっと、その前に取ってしまいたい。話せる島はいつも人でいっぱいだわ。みんな、ちょっとあどけない顔ね。あなたみたいに。まあ、それはもちろんそうっすね。頑張って、ここに平和を運んできてほしいわ。あ、でも、ありがたい。すごい。あなたと一緒よ。離れたりしないからね。あ、もう戦ってる。気づいたら。すごいすごいすごい。自動解除したいんだけど。
あ、自動解除できた。あ、こういう風にタップで攻撃するのか。で、スキルが加われば、スキルが出るようになると。血が出てるけど。ヒグマ退治。ヒグマ退治？モンスターじゃねえの。黎明の戦いつってモンスター飼ってんだけど。あ、ヒグマ。ヒグマもう倒されちゃってるじゃん。なんや。行った先でボコボコにしてるんだけど。もう行った先でボコボコにするゲームや。もう行った先でボコボコにされてんのかも。ヒグマ、こら。ヒグマ。すごい、でも。ヒグマ。オオカミ。あ、もうヒグマ退治数足りてるわ。あ、俺だけのものだ、こいつは。よっしゃい。よし、戻ろう。もう常に全員がいる状態で、クエストも途中で入ると勝手に倒されてたりしますね。あ、なんかやばいの来たぞ。弱っ。人間軍弱すぎでしょ。こいつ倒さなきゃいけない。あ、これ落ちるぞ。まあしょうがないっすね、初日なんで。まあ、サーバー落ちるでしょう。これメンテかな。ガチャ引いて終わりたかったんだけど。これダメそうっすね。キャラクター読み込み方出てましたね、下に。わかんない人お知らせ見てみるといいかもしれません。あ、おー、来ましたね。フォークの襲撃。これを、お、装備する。いいね。あ、これも戦闘力を高めていくゲームなのかな。じゃあちょっとガチャを引いて、戦力を強化してから、オークを倒そうと思います。ガチャいけ。無料分もあるのかな？さあ。すごい。あ？これダメそう。R ばっか。ドン。これ確定分なのかな ?SR。まあ、ウルトラレアじゃないとダメなんじゃないですかね。とりあえず装備しておくっていう。あ、めっちゃ上がるじゃん。二刀流なりましたね。まあ、これ武器つければ別にジョブじゃなくても、二刀流になるんだな。ちょ、一発やん。オーク。いた。一発やん。待て待て。ガチャで強くなりすぎたのか、これもしかして。やばい。ワンパンだ。やばいぞ、これは。ガチャを引かなければよかったか。やってしまった。ワンパンだ。おら。こうして最強の勇者が誕生してしまいましたね。当たってねえ。やっぱ双剣楽しい。すごく楽しいですね。ワンパンですね。大丈夫か、船乗りのお姉さん。俺が殺すよ。君ごとね。ワンパンなんだけど。
強すぎる。これは。あ、突撃隊長。突撃隊長も秒で倒していく。ここで最強がね、誕生してしまいましたね。はい、エピソードクリア。イエーイ。まあいいですね。非常に、双剣にしたら俺の好みのアクションにもなりましたし。非常に楽しい。ただちょっとね、サーバーが安定しないので、まあ、やりたい方は早めにやっていただけたらいいかなと思います。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。